翔です。りょうやです。くりです。翔です。りょうやです。なんでよ。お願いします。今回はアニメ見てみたシリーズ、歌のプリンス様、嘘だ、マジラブ 1000%。 イエーイ。アイドル系のアニメで何を見たらいいかっていうのをね、この前の生配信で聞いたところ、歌のプリンス様はぜひ見た方がいいんじゃないかというところで、うん、暑いの？暑い。4月だよ。あなたさっき冷房つけてたけど、うん、早いよ。はい、というわけで見ていきたいと思います。あ、この曲なんか聞いたことあるな。マジ？聞いたことある。曲は知ってるんだよ、なんか流行ってたから。あ、でもカラオケで歌ってるやつとかいるかもな。そうそうそう、マジラブ 1000% って。いや、マジ時代を感じるな。いい、イケメンの方向性もちょっと古いもんな。M 字版だもんな。受験遅刻したもしかして。一人も入らない。一人も入らない。ザンみたいな展開だな。ああ寒いぞそれは。無駄ことな。入学受験に二人のイケメンに助けられることある。それな、女の子はこういう想像してるのかな。そういうことか。わかりました。いいだし、もっていいぞ。なぜさあ、そっさりよ。試験頑張れ。お二人はもう生徒ってこと？そして、あ、そういうこと？子羊ちゃんうざいな。はい、頑張ろうぜ。お互い頑張る。この男の子は、ここは受験生。受験生ね。親愛なるおばあちゃん。親愛なるおばあちゃんっていうフレーズ初めて聞いた。おばあちゃん。合格しました。そう、あっさり合格したね。やったね。どこなんこれ？日本じゃないの？サオトメっていう。こんな広大な土地あんの？サオトメ学園。ハイジの世界じゃん。中庭の規模じゃねえさ、これ。彼女は渋谷友近さん。受験会場で知り合った、とても元気な、頼れる。なんか名前とか出てくる装飾か。装飾しか出てこない。名前来いって思ってたけど。さあれ楽しい入学式やな。シャイニング早乙女。シャイニング早乙女。あれが、うん、噂の。M 字版。こいつ人気ありそうやな。でも、すげえ。入学式後でこの打ち立て具合すげえ。泣きぼくろがキュートだね。はぁ、もおかしいな。おはやっぷー。おはやっぷーってなんだよ。男あっぽいな。先生たちはタレントなのかな。うん。今死ぬまで道明けしてる男の子。いや、そうです。200倍つくじゃん。結構狭くも。みんなよーく知ってるように、この早乙女学園はアイドルと、その歌を作る作曲家を養成するための専門学校よ。他の先生たちも有名な作詞家作曲家の学校だよ。授業料いくらするんだよ。友ちゃん、受け止めるやろ、オスが。ほら。あ、そりゃそうだ。せーの、ありがとうございます。チャラチャラしてるな。あ、羊じゃん。子羊じゃん。子羊じゃん。マーチングッズ開発もどうしよう。そして、ひじり川まさとはひじり川財閥の御曹司。出た。あらあら、財閥多すぎん。御曹司かける2。女の子はそんなに御曹司が好きなんだよ。御曹司だなんか、こんな曲の学校じゃなくて、低音楽とか学んだほうがいいんじゃない。チーズのビアゼクってやつとか。マジ、歌のプリンス様たち、早いな、タイトル回収。タイトル回収一話でやっちゃう。本当にじゃあ、プリンスなのかな、みんな。どうか社会的にプリンスなのかな。かもしれない。靴
下黄色すごい東京が怖いところっていうマジでこれ鳴る人はいそうだよ。今のポーズ先にしようか、すげえ鳴ったこれ、うん、やりそうだな。キラキラ飛んでる。なんでかわかんないけど、金玉ギュンってなったなんでやろ、わかんない、なんでやろ、なんでかわかんないけど、スクランブル交差点から聞こえてきたりしな。あと残り1は全部これだ。やばっ、マジきつっきつっとるよね。確かに歌うまいね、うん、感じやんな。なんか渋谷のこうサイネージで、うん、こんなフルで歌うやつある確かに。みんな取り合いよ、こんな1分も歌ったらもう何もかかんのある。そうなん、どういう感性ですかお前は。そしていつかこの人に歌ってほしい。作曲家志望なんだね、若いうちからな。そんな大層の夢があって信じられるの。疲れたちにそれ知ったみんながみんなそうじゃねえから大切しろよってことだよな。あなんでデータ持ってるんだ画面がブラッディーマンデーだよあ、セーラームーンちゃんこれハンカチ持ってくんちゃん。どこから来たの？あ、ちょっと待って、返して。ネタってます。どっち系？あ、連れてく系？誰と出会うん？おい、さっきのお兄さんじゃん。十中八九男。うわ、そっか。さっきの。呼ぶ顔上げるいるパターン。よかった。ほらでしょうね。あらあらあら。一ノ瀬時矢です。弟？隼人です。そういうことか。隼人の弟か。どういうことなんでしょうか。しかも仲悪い。目の前にいる人は、うん、確かに隼人様なのに。双子？双子か。お、終わった。このなんか絵面と字面が全然合ってないな。猫ピアノもも猫編集者やかよ。あ、ファンタジー要素ある。もしかして隼人様なのかもしれない。あの猫がもしかしたら本当に隼人様、隼人様猫だったのか。なるほどな。このパティもあるかしら。はい、というわけで歌のプリンス様マジラブ 1000% よく飲まずに言える。第1話見ましたまあなんか設定はちょっと気になるよね、この後、うん、この後気になるな。あの猫と、そうそうそう、猫なのか隼人様、双子なのか、双子なのか、おばあちゃんはどう思ってるのか、なのか、おばあちゃんは。でもなんかこの手のさ、あの、うん、アニメを多分たくさん見ていけばさ、うん、あの女の子が求めるものは果たして何なのかっていうのは分かってくるのかもしれない確かに女の子の気持ちを探れるからモテるかもしれない。そうだね、確かに。まあでも顔だよりますね。そうだね、そうだね。一回韓国行く、一回韓国行ってから考える。韓国行って2000万ぐらい持ってかれたんだ。そうね。なんでちょっとスーパーチャットお願いしますスーパーチャット。あと御曹司にはもうなれませんすいません、御曹司はもう無理です。そうでした。はい、はい、ピアノプリンス様でした。はい、はい、終わった